勘違いするな。私は軍のためにこんな真似をしてるんじゃない。我がふるさと地球のためにやってるんだ。地球のために私ができるたった一つのこと。第2ブロック緊急事態、連絡通路封鎖、空気口閉鎖。第2ブロック緊急事態、連絡通路封鎖、空気口閉鎖。カル、カル、くそ、ひどい、ひどいわ。あんな情報を流したらラダム銃が密に群がるアリみたいに集まってくるのに、どうして。しろ博士。見ての通りだ。頼みがある。なんだ。この輸送船を誘導して大気圏に突っ込んでくれ。奴らはこの船に兵器が積んであると思っている。ああ、ほとんどがこの船めがけて集まってきている。摩擦熱で例の気圧へのエネルギーが爆発するはずだ。あんたは最初から。わかった、任せろ。危険な仕事だぞ。俺はデンジャラスボーイだ。ラダム銃がほとんどカル博士の輸送船に。とにかくこの隙に他の輸送船だけでも誘導するんだ。大気圏突入まであと25秒。大気圏突入まであと20秒。大気圏突入まで15秒。決まっとるじゃろうが。カル、見えました。よし、着水したら直ちに石材資源を運び出すんだ。はっ。着水ポイントまで60秒。頑張れ。ねえねえねえ、デッカマンブレードはどうなっちゃったの。落ち着けレヴィン、これぐらいのことでくたばるようならとうの昔にくたばっとるわい。本当？神様お願い、デッカマンブレードをお守りください。心配ないって、あいつのことなら。ディーボーイ、ディーボーイ、
ボーイ、大丈夫？怪我はない？いやー、ご苦労だった。コルベット准将もさぞかし喜んでくださるだろう。生存者は何名ですか？2人だけ。ああ、重傷だが半年もすれば動けるようになるだろう。だが資源は半数以上が回収された。大成功だよ。本当にご苦労だった。何をするか。落ち着け、ディーボーイ。ディーボーイ、救助に向かった D ボーイの説得を無視し、オトゥール軍曹はオービタルリングを目指す。彼の言うやるべきこととは。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード、戦火に響く子守唄、仮面の下の涙を拭え。